黒い画集事故、事故は、松本清張の推理小説。週刊文春1962年12月31日1963年1月7日、合併号から1963年4月15日号まで、別冊黒い画集第1話として連載され、1963年9月に、短編集、事故別冊黒い画集1収録の一作として、 文芸春秋心者より観光された。これまで5回テレビドラマ化されている。東京、杉並区の会社重役、山西昭三の家に、運送会社のトラックが突っ込み、門と玄関を破壊する事故が発生した。運送会社で、事故処理を担当している、高田京太郎は、賛成邸を訪問するが、三成の妻、勝子が事故を起こした、運転手を気遣うなど、揉めることなく、 予想より安い損害賠償での打結に成功した。ところが、事故の5日後、トラックの運転手、山宮健二の死体が、山梨県内の釜梨川の断崖で発見される。有力な容疑者も浮上せず、捜査は難航した。他方、翌日の15時頃、甲府市北西部の千代田湖畔で、英福更信書書院、浜口久子の考察死体が発見された。実は、 英福更新書所長の田中幸雄は、ある女性と関係を持っていた。真昼の月のタイトルで、1972年4月10日から6月16日まで13時30分から13時45分に、フジテレビ系にて放送された。全50回、東海テレビ制作昼の帯ドラマ、キャストスタッフ、松本成長シリーズ、事故のタイトルで、 1975年11月8日20時から21時10分に NHK の土曜ドラマ枠にて放送された。原作者の松本清張が出演した。視聴率15.9%。キャストスタッフ、松本清張の事故のタイトルで1982年6月5日21時2分から22時51分にテレビ朝日系の土曜ワイド劇場枠にて放送された。 視聴率は23.8%。DVD 化されている。キャストスタッフ、松本成長スペシャル、事故のタイトルで、2002年7月9日21時3分から23時24分に、日本テレビ系の火曜サスペンス劇場枠にて放送された。事件の舞台を、群馬県と新潟県に設定している。DVD 化されている。キャストスタッフ、 松本清長没後20年特別企画事故黒い、合衆のタイトルで、2012年12月12日21時から22時48分に、テレビ東京系、水曜ミステリー9枠にて放送された。運送会社社長、高田京太郎を、主人公として、事件の謎を追跡する、ストーリー設定。キャストスタッフこの記事は、以下のカテゴリでも参照できます真昼の月に関する。 カテゴリー、ありがとうございます。